こんにちは。じゃあ、大阪サンケイスポーツの森本です。上です。中京記念の追い切り診断をしたいと思います。上記者どうでしたですか？そうですね。まあね、こうやって改まって喋るのもあれですけどね。まあ、まずは、まあ、クラレントが、まあ、一番良かったんじゃないかということなんですけど、あの S 評価、うちのそのサンスポでつけてる調教評価で S の、まあ、動きと、まあ、走り、まあ、時計、含めてですけど、はい、S だったということなんですけど、まあ本当良かったですね。これはまあ先生も小牧さんも、まあそれで一緒にちょっとこの中間ちょっと調教を、まあ、つけてる山手、助手と調教一緒に見たんですけど、まあ、3人とも良かった良かったというふうに、口を揃えて、追い切りに関してはあの評価してました。はい、うん、いいですね。あと3連覇がかかるフラガラッハはどうでしたですかね？これ もう、まあ朝一に近い時間帯で出てきましたけど、この馬らしいというか、あの力強い動きでしたね。これはまあ高倉ジョッキーも話してましたけど、まあ、あの前回使った時よりも状態がいいという話なので、まあ、その状態の良さが出ていた、調教だったんじゃないかなと思います。あと僕が感じたのは CW コースで慌てて追いましたブレイズ・ア・トレイルですね。まあ6ハルン82秒0と、まあ、時計は平凡だったんですけど、最後の直線の伸びは力強かったなと思いましたですね。一馬身半ぐらいですかね、先着して、あと、まあ、あのおとなし厩舎の2頭が、穴っぽいんじゃないかなと思いますね。あのダノンヨーヨーは販路で単走を、それとあのミッキードリームは合わせて遅れたんですけどね、まずその動きとしてはそうそう悪くなかったし、まあ、人気がなければこの2頭が上位に加わってくるんじゃないかなと思います。まあ、と触れておきたいのが、ダイワマッジョレですね。これはまあ販路で、最後の1ハロン12秒2という数字だけ見ると良かったんですけど、まあこれはまあ担当の甲斐助手が話してたんですけど、数字云々よりは動き自体が少し物足りないという話はしてましたね。あの先週は良かったそうなんですけど、今週この最終追い切りに関しては、あんまりこうピンとこなかったみたいなので、ちょっとこう当日の、様子等をまあ、見てもらった方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、相手が走るとはいえ前を捕まえきれなかったいう点にはちょっとね、はいはい、不満があるかもわかりませんね。はい、以上です。はい、どうも。